自由民主党の小里康弘でございます。野党暮らしの中で自由民主党は反省すべきを厳しく反省をしながら、大変貴重でそして厳しい経験と勉強を重ね、そして党再生への歩みを着実に進めてまいりました。この3年間ほど自民党が真剣に政策議論をした時代はなかったと思います。野党だからよっぽどしっかりした政策を作らないと国民の皆さんに響いていきません。野党だから官僚がお膳立てをしてくれるわけではありません。したがって必死で現場や暮らしの声を聞きながら懸命に議論を重ねて国の政策を作り、法律を作ってきたのであります。例えば先の通常国会では、医療年金介護をこれからどうやっていくのか、いわゆる社会保障制度改革、自民党案通りに方向性が決定をいたしました。あるいは郵政民営化見直し法や国家公務員給与引き下げ法などもことごとく自民党案通りに決定をしたわけであります。昨年の東日本大震災、自民党が一生懸命知恵を絞ってまいりました。特に私は自民党の緊急対策プロジェクトチームの座長として対策の取りまとめに当たりました。被災地の声を聞きながら、議員の皆さんから意見を出してもらいながら、避難所対策から復旧対策まで577項目の対策を取りまとめをいたしまして、政府に提案をし、そのほとんどが遅ればせながらも実行をされてきたわけであります。国の政治の節目節目でふるさとの危機に際してことごとく自民党がその対策をリードしてきたという自負があります。口蹄疫の時も、鳥インフルエンザ対策の時も、赤潮被害の時もそうでありました。何より民主党のあの政治を見ておりまして、これが反面教師となりまして、真に国家国民のためになすべき政策が見えてまいりました。外交も教育も経済も農業も社会保障制度も自民党から、自民党ならこうやる、そういった政策見えてまいりました。これを実行できる体制をしっかり作ってまいります。